はい、ということで皆さんこんにちは、佐岡修でございます。本日はですね、もうこれは今年最後と、なるであろうですね、福袋開封動画でございます。ね、まあみんな大好き福袋開封ということなんでございますけれども、まあまず一つね、スニーカー福袋に対して言いたいことが、まあもうね、第一に福袋開封はもう楽しんでください。もうね、僕らがなんでこれを開けるのかっていうのは、まあ一つね、自分の興味ってのもあるんですけれども、まあ福袋とかってなかなか自分で買うのはハードル高かったりするじゃないですか。でそれがですね、体験できるのが YouTube の一番貴重なところなんですよ。自分じゃやらないけどやってくれるとか、自分が買わないけど買ってくれて見せてくれたりするとか、そういうですね、まあ仮想体験ができるのが YouTube の素晴らしいところでありますし、まあ今回のスニーカー福袋もそうなんでございます。なので中身がどうだからといって見てる皆様には何の損益もないような動画でございますので、ぜひもうただただ楽しんでってください。もう福袋は縁起物でございます。あとはね、もう新しいスニーカーとの出会いでもございますので、それがね、まあ値段がどうとか、まあそういうのはですね、気にせず行きたいなと思っております。さあ、そして今回ですね、購入した福袋の、ね、お店なんでございますけれども、去年も買いましたね、キックスラボというですね、まあいわゆるリセールで有名なですね、お店でございますね。まあ別注のスニーカーがあったりだとか、普通のね、スニーカーショップとしての一面ももちろんあるショップなんでございますけれども、まあイメージとしてはあのね、原宿にこう並ぶずらーっとレアスニーカーが並んでいるお店ということで有名なんじゃないかなというふうに思いますが、まあ前回の三田さんがですね、3万円の福袋ということだったんですが、なんと今回は10万円の福袋でございます。さあ、購入ボタンを押すと緊張したぜ。まあ去年確かに2万円から買ってたと思うんですけれども、まあ今回はもう日和らずに10万いったろうということでですね、まあ男ならビビってないということでですね、まあ自分を鼓舞してですね、10万円分のスニーカー袋買ったんですけど、はいどうも、ということでもう大きすぎて部屋入れるの大変なんだわっていうぐらいですね、今回10万円の福袋ということもあってですね、大量に入ってるんです。大きさちょっと説明しがたいんですけれども、軽い哺乳類なら入るぐらいの大きさですね。まあそれぐらいでかい今回の10万円ボックスなんですが、まあ中身想像できないし、まあ、前回の三田さんと違うのはですね、今回キックスラボ10万円のですね福袋は中身なんと20万から25万ソフトだったかなってことらしいんですよ。つまりですよ、まあ三田さんのは完全に出会い重視だったわけなんですけれども、これ何とか入ってんの、10足ぐらい入ってんのかな、まあ、10足だとしてもですよ、1足2万から2万5千円の定価のものが入ってるっていう話だと思うんですよ。ちょっとリセールの価格なのかどうなのか全然知らないんですけど、ちょっとそこら辺の謎も解明していきたいなというふうに思いますし、やっぱここは YouTube として見たいのは一番高いんじゃないのということで、朝岡正月から頑張っておりますということで、私としても史上最高額の福袋でございますけれども、今回こちらのキックスラボのスニーカー福袋10万円分開封していきたいなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。ということで今回10万円なんですけれども、中身は20万から25万相当ということで、三田さんの時はね、特に何円相当ってのは書いてなかったんですけど、今回は一つね、まあ、リセールショップということもありますので、何かこう、おこれ入れるのみたいのがあったら面白いなというふうに思っておりますし、まあ、それ以上にね、何か新しいスニーカーがあれば、その出会いもまた面白いんじゃないかなということで、今回は目玉が入ってるのか、それとも新しいスニーカーとの出会いがあるのか、まあ、この二つをね、ちょっと楽しみつつ、アドは取れるのかというようなですね、まあ、ちょっと楽しみ方もできたら面白いんじゃないかなということでですね、開封していこうと思います。さあ、ということでこれね、見ないで開けるあんな技だな、まあ、とりあえず開けていきますか。OK。 さあ早速ですが開けていきたいんですけど、じゃあまず一番上からいきますか。じゃあまず記念すべき第1個目、それがこちら。おナイキじゃないですか。まずナイキが入ってるってこと自体ちょっと珍しいんですよ、赤箱ということなんでございますけれども、果たしてこれが何なのかとということでございますが、さあこれ触っちゃったらわかるかな。さあ一つ目がこちら。おーはいはいはい、こちらリアクトエレメント87の方でございますね。これコラボとかじゃないよね。はい、これ普通のインラインの、87でございますね。まあ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 普通にこれ福袋入ってたら持ってない人にとってはすげえ嬉しいですよね。まあ一昨年、デビューしたこの新型のスニーカーでございますけれども、この
透けてる方のね87の方でございますけれども、こちらの一足がまず1個目入ってました。ちょっと続々ね次開けていこうかなというふうに思います。まあもうこの1個目ナイキ入ってるって時点でちょっと上がるっすよね。でさあ2足目をどうしようかな、どれにする、これいっちゃう。さあということで2つ目今手に取りました。ということでまずボックスからいきましょう。せーの、こちら。おお、こちらリーボックですね。この箱僕リーボックで持ってないんでございますけれども、これ中身どうなんですかね。さあ来た、いきますよ。第2足目がリーボックのこちら。おお、これポンプ系だな。ポンプスプリームですね。はい、ランニング系のこちらポンプシュプリームというですね、いわゆるポンピューリとかに入っているようなんですね。ポンプシステムを採用したこれスリッポンですね。そうで、ちょっと近くで見せるの忘れてた。これ色非常に綺麗ですね。ちょっとミントカラーというか、あ、これランニングに使おうかな。これ俺ちょうどランニング欲しかったんですよね。ランニング用にいいかもしれない。これ欲しい。これめっちゃ軽いわ。先ほどのね、リアクトエレメント87の方はこんな感じのカラーリングでございます。これね、コルクのインソールが非常にですね、フィット感あって気持ちいいんですね。入ってて軽いし。これいいな。これランニングにめちゃくちゃ良さそうなんで、僕これいきます。これランニングもしやすそうですし、何よりこのスリッポンってのは最高に使い勝手いいんで、このポンプシステムも非常に気になるんで、ね、これはもう自分個人的に履こうと思います。さあ再び目をつぶって、触った感じそんなにスニーカーないんだよな。一つね包まれてんのがあるんだよね。これちょっと何なのか全然わかんないんですけど、さあということで3足目今掴んだんでございますけれども、なんかねザラザラしたボックスなんですよ。これ何のボックスかなって感じなんですが、3足目がこちら。こちらもまたリーボックということで、この箱も僕は初めてですね、リーボックでは。さあこの中身が何なのかという感じでございますが、いいですね、ワクワクしますね、楽しいですね、開けてる僕も楽しい。お次のリーボックの3足目こちらでございます。ドン、同じかい、同じかいって感じなんでございますけれども、こちらも、あ、でもカラーリングいいじゃないこれ。はい、こちらも同じくですね、ポンプスプリームだっけな、のですね一足で、つま先のとこ比べると分かると思いますけれども、若干違うということで、まあ仕組みとかね、あの靴の型自体は同じですけど、ちょっとアッパーのね編み込み方が全然違うということで、僕色あっち好きなんであっち多分履くと思うんですけど、これもランニング緊急事態宣言出てますので、まあお家の周り軽くジョギングしたりとか始める方いると思いますけど、こういうのにはすごくもってこいな一足ですね。さあこっからどういう風にキックスラボを展開してくるのか、ちょっと楽しみですね。でもこれね今んとこ結構全部僕的に、あ、面白いな、いいなって感じですね。セレクト的にあんまないんだよな、スニーカーが。あとね4足ぐらいしかないんだよね。ちょっと気になるんですけど、この後どうなっていくのかって感じですか。これにしよう。さあということで今手元に持ってるんですが、結構大きめの箱でございますね。第4足目がこちら。またリーボックかいって感じですけど、リーボックの再び黒箱でもね、エアフィアボトン的な感じで真四角の一足でございますけど、さあどんなハイカットが入ってるんじゃないかな。多分果たして中身は何なのか。なんだこれ、あ、あ、入り方がこれちょっと面白い足が入ってる感じですが、第4足目の中身こちらこれいいじゃんめっちゃ。はい、ソックラン R ということで、あ、これもいい、これもちょっと開いてみたい。これめちゃくちゃいいじゃん。はい、これ靴下みたいになってるんですよね。で足裏がこれはもうむちゃくちゃ機能的なんじゃないですか。いろんなパーツに分かれてるし歩きやすそう。これちょっと普通に履きたいな。これかっこよく履きこなしたいですね。これね、しかもむちゃむちゃ軽いですよこれ。でもなんかちょっとこれバレンシアガっぽくていいんじゃない。これこれ普通にかっこいいと思うな。色もシックでかっこいいし、女性とか履いてたもんちょっと上がる感じの一足ですけど、これ面白いじゃん。これいいね、テンション上がる。さあいよいよ楽しくなってまいりましたな。お次が5足目ということなんですが、結構もうね残り少ないのよ。でなんかね一つだけ透明なやつに包まれてるのがあったの。それが最後に開けてくださいってことなんだと思うんですけど、一番手前に立ってた一足にしましょうか。さあということでこちら第5足目でございますけれども、リーボックが立て続けに3足来ておりますが、そしてまたリーボックなのかという感じでございますけれども、5足目の箱がこちらこちらこちら。おお、え、ちょっとこのマークはこれは上がりますね。
これは何なのか、俺ちょっとね、このボックス初めてなんで分かんないですけど、これ絶対トラビスですね。トラビス入ってんだ。トラビスは別に何でもいいけどな。ということで、まあ、触ったら分かる。あー、はいはいはい、これね。さあ、ということで、まさかのトラビス・スコットコラボの一足がこちら。はい、えマジ、てっきり最新の30いくつのやつかと思った。 AJ6 ですよ。わ、これは嬉しい。これはまあ普通に嬉しいですね。僕抽選外れた一足だったんですけど、いや、福袋にこれ入ってんの嬉しいんじゃない。はー、これはちょっとガビったな。ということで、まさかのトラビス・スコットの AJ6 が入っておりましたね。これ後ろにね、ナイキアという風に書いておりますが、これでしょう。はい、ポケットのトラビス特有のね、ポケット仕様、中にね、カクタスジャックのニコちゃんマークありますけれども、これか、これは普通にテンション上がりますね。こういうのがあると、また別のね、やっぱそのキックスラボっていうそのリセールショップで買った福袋ってことでは非常に嬉しい一足でございますね。1個目にこれやんなくてよかったな。さあ、ということで今んとこ5足でございますが、あと多分ね、残り2足なんですよ。あれ？あ？あ、これはスニーカーじゃないな。これね、包まれたのね、スニーカーボックスじゃないわ。これちょっと先に開けますか。ということでね、これ多分普通のなんかのボックスじゃないかなって感じですけど、それが、こちら！あ、キックスラボオリジナルのですね、シューズケースですね。あ、そして中にはですね、はい、こちらの、いつもね、去年も確か福袋買ったらですね、靴下ついてきてたんですけど、これと、あとはニューエラのこちら、バッカフレッシュと書いてるんですが、これ何なんだろう。ちょっと調べても分かんなかったんですけど、何かのコラボの多分ニューエラですね。まあ、このね、ワインレッドが非常に美しい感じ。まあ、ノベルティ的な感じなんですかね。って感じですけれども、こちらの、まあ、ボックス嬉しいですね。このキックスラボの特製のですね、シューズボックスにノベルティが入ってたという感じですね。いや、今のボックスがスニーカーじゃないとすると、これ最後の一足はちょっとどうなるのというような感じでございますけれども。まあ、一番そこに隠されてる一足なんて今最後だと思ってる。果たして最後の一足何なのか、もうこれはもう迷う必要ないね。ということで、最後の最後にですね、入っていた一足、これが合計6足目なのかなっていう感じでございますけれども、最後の一足がこちら、アディダスなんですね。さあ、中身は何なのかというような感じで、ちょっと触ってもわかんないんですけれども、最後の一足がこちら。おー、これは去年も入ってましたね。I5923 というですね、方で、これは別にキックスラボ別注とかではないのかな。前回はね、キックスラボ別注だったんですけど、これも色めっちゃ可愛いな。ミントソールはブーストフォームでございますけれども、こちらがやっぱね、ピンクのメッシュ、これ非常に春らしくて可愛いんじゃないかしら。まあ、合計6足ということでですね、今回は入っておりました。はい、そして最後にこちらキックスラボのスニーカー入れですね。まあ、これちょっとね、撮影とかで使うことあると思いますので、これも重宝させていただきます。さあ、ということで今回はこの6足ということで10万円福袋という感じだったんでございますけれども、まあ、今回はね、また三田さんと違う形でくじ引きとかなんかそういうですね、まあ、楽しさみたいなところもありますし、まあ、前もってね、20万から25万っていう、まあ、数値の目標も、まあ、出てたってところもあるんですが、まあ、多分トラビスのプレネが多分キックスラボ価格でってことで多分20万ってことになってると思うんですけれども、まあ、ここら辺なんかはね、本当新しいスニーカーとの出会いって感じで、まあ、普通に僕ランニングで履きたいなっていう風に思いますし、まあ、街履きでも普通にかっこいいんじゃないかなと思うスニーカーですしね。なんかセレクトにすごくセンスを感じたというか、まあ、福袋はね、もちろんあの残り物でしかないので、この見逃してたインラインだったりだとか、その残ったスニーカーの中に新しい魅力を感じるっていうのもね、この福袋では大切な機会なんじゃないかなというふうに思っているんですが、まあ、それもね、また楽しみまして、まあ、金額が金額なだけにね、10万でこれかよみたいな感じの内容にならなかったのがね、個人的には非常に嬉しいというような感じでございますし、これだったら来年また買ってみようかなと思えるぐらいですね、まあ、楽しい福袋という感じですね。まあ、非常に楽しませていただきました。ということで、これはちょっとね、僕あの履きたいので、普通にこれはちょっとランニング用で履かせていただくので、まあ、他の残りのねスニーカーで、ちょっとね、これに関してはちょっと悩ませてもらっていいですか。まあ、ちょっと僕も、まあ、トラビス・スコットね、まあ、楽曲も大好きっていうところもありますけれども、まあ、まず履くか履かないかっていうところをですね、まあ、自分の中でちょっと悩みたいっていうところがあるので、まあ、もしね、あの履かないなってなったら、またプレゼント企画にしようかなという感じでございます。これはちょっと一旦悩ませてください。
そこはちょっと、10万円払ってる。そこだけちょっと許してください。ですが、まあ、こちらのね、残りの4足はですね、またプレゼント企画という感じでですね、フォームをまた、概要欄の方に貼っておきますので、これ全部ね、スニーカーのサイズ 28.5 でございます。ナイキも 28.5、リーボックもアディダスも 28.5 でございますので、まあ、それ相応のですね、足のサイズの方はぜひ応募してみてください。まあ、こっちもね、もうちょっと1ヶ月ぐらい悩んで、あ、剥がれなってなったら、またその時プレゼント企画にしたいなという。でということで、まあ、今回もね、皆さんと楽しむ、福袋企画ということでですね、やってまいりましたけれども、まあ、三田さんは三田さんでね、まあ、別注のリーボックが入ってたりだとか、まあ、本当ね、知らないモデルとの出会いっていうところが、まあ、セレクトも結構斜め上な感じでね、面白いなっていう感じだったんでございますけれども、まあ、こっちはね、ほんと福袋、もうくじ引きみたいな感じで、まあ、最初にナイキもあれば、リーボックもあればという感じで、まあ、バランスよくね、ブランドも楽しめましたし、まあ、ここら辺を入れてくるあたりは、なんかやっぱそのリセールショップらしいなという福袋で、これはこれでまた楽しめたなというような感じで、まあ、今年もね、2つの福袋を存分に楽しませていただきましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、これのね、プレゼント企画、前のはもう締め切っちゃったんで、まあ、発想を持って、当選発表させていただきますけれども、こちらは来週の月曜ぐらいまで募集しようかなという感じでございますけれども、ぜひ皆さん、どしどし応募していただければなというふうに思いますし、このそっからなんかすげえ面白いんじゃないかなという。思います。リーボックおすすめだな。まあ、またね、こういう面白い企画があったら、まあ、迷わずね、大金を投資するっていうのも、まあ、見てる側としては非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、100万とか200万とかさすがに買えないんですけれども、まあ、僕の可能な範囲でですね、チャレンジできることがあれば、こういう福袋もね、チャレンジしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、ちょっと正月限定企画にはなると思いますけれども、また来年ね、やるかと思いますし、まあ、他にもちょっと面白そうなものがあれば、チャレンジしていきますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしております。 See you next movie。 じゃあねー。